M47 は友座にある三階星団である。肉眼でも冬の銀河の中に簡単に発見でき、ぼんやりとか澄んで見える。双眼鏡で明るい星が三角形を形作っているのがわかり、隣の M46 と全く印象の異なった姿との対象が面白い。色が違った星が口径10センチメートルの望遠鏡から見え始める。 合計20センチメートルの望遠鏡で見たジョーンズは明るい星の配列がオリオンのミニチュアだと表現した。M46 と M47 はすぐ隣にある星団で規模も同程度であるため難点の二重星団と表現されることもある。M47 は明るい星がバラバラとあるので荒々しい印象から男性的と表現されることもある。一度北には 三回星団 NGC2423、さらに2.5度北に三回星団メル71があり、ここまで 200mm 望遠レンズで同一視野に入れられる。1654年以前にジョバンニ・バッティスタ・オディエルナが発見しているが、1984年までその業績は知られていなかった。シャルル・メシエが1771年2月19日に独立発見し、 隣の M46 よりも明るい星団として記録したが、メシエは M47 の座標を計算した際に符号を誤るというミスを犯した。そのため、1959年に T.F. モリスがその誤りを正すまで失われた天体であった。M47 に関するメシエのミスについては、1934年にオズワルド・トーマスによりメシエが 一測定の時に土体の記号を取り違えて計算したことが確認された。とする説もあるが、これは M48 と混同したものであるとされる。メシエがミスをした結果、ウィリアム・ハーシェルが1785年2月4日に独立して発見し、h a 三3 8という符号をつけている。なお、メシエのミスにもかかわらず、カロライン・ハーシェルは1八十三年までに、 少なくとも2回 M47 を観測し M47 と認識している。ありがとうございます。